んまり放置してるとさすがに私も怒るわよ。おや、二人ともよく会うね。奇遇だね。本当だね。一応女神なんだしなかなか会えないのかと思ってたけど。一応って、まあ私はいつでも出会える身近な女神だからね。なんだか安っぽい女神みたいに聞こえるわね。ああ、そうそう、一応伝えておこうかしら。おう、なになに？さっきサタンと話したんだけど、別にあなたのことを恨んだり嫌ったりしてるわけじゃないって。うんうん、それは知ってる。そもそも嫌われる心当たりもないし。単に昔の因縁とか、どっちが上かはっきりさせたいってのが戦いたい理由みたいね。そんなこと言われてもな、私は戦いたくないし。そもそも私の方が上だって分かりきってるわけで。逆でしょ、君の方が弱いってのが分かりきってるんだよ。そんなことないって、私主人公だし。いつどこで主人公に決まったの？仮に万が一主人公だとしても、今時弱い主人公なんて珍しくもないわよね。いやいや、私は最強タイプの主人公、超強いよ。略してちょ強。言えば言うほどかませ臭がしてくるわね。変わらず結果的にそうなってしまったということは。いうことは君が弱すぎたからだよ。なんだって？はあ、うん、まあいいわ、続けて。サターンは多分ほんのちょっと軽く懲らしめるつもりだったんだ。ところが女神があまりにも弱かったために一方的な虐殺となってしまい、それが未来併合への恨みつらみとなった。どう？非の打ち所のない理論でしょ？意義あり！私が弱いという客観的な証拠がないよ。そんなの顔を見ればわかるよ。顔を見ればわかるわよね。おい、愛ちゃんまで。ひどいって言われてもね。えねえじゃなくて、本当に強いんだよ私。普段は爪を隠して優しく振る舞ってるだけで、これマジ情報だから。ソースは？ソースは訳があって出せないんだけど本当なの。いいよ、虚勢なんか張らなくて。そうと分かった以上もう心配はいらない。いや、そもそも大いなる勘違いなわけですが。一応聞くけど、どう心配いらないの？私が君を鍛えてあげる。サターンに勝つのは到底無理だろうけど、歴史的屈辱的大敗にならない程度には。女神を二流くらいには格上げしてあげるよ。いやいやいや、あのね、どっから突っ込めばいいものやら。はいはい、文句はなしだよ。負けることには変わりないけど、君だって強くなれるんだから悪い話じゃないでしょ。ちょっとは人の話も聞いてくれないかな。
気の済むようにやらせてやってくれない？なんかもういろいろと面倒くさいし。投げやりだよ、他人事だと思って。時間もないことだし、実戦形式でビシビシいくよ。さあ、どこからでもかかってこい。本当にやるの？やんなきゃいけない流れこれ。もちろんだよ、遠慮はいらない。さあ、くっ、私とあろうものが完全にペースを握られている。ああ、もう分かったよ、やればいいんでしょ。くらえ、渾身のネプストレード。え、何それ、まさか今のが本気？ううん、超甘口ストレートだよ。遠慮はいらないって言ったでしょ。そんなんじゃとっくになんないよ。だってだってもナスもない。ほら、もう一回。そこは普通ヘチマじゃない。口ばっか動かしてないで。やらなきゃ君はサターンに殺されるんだよ。一方的に殴られるだけなんだよ。さあ、さあ。むちゃくちゃだ。薄々感じてたけどむちゃくちゃだよこの人。どうも暴走しだすと止まらなくなるみたいなのよね。ほら、私のことを憎きサターンだと思って。別に憎くないし。ううん、憎くてたまらないはずだよ。ほら、あたしはサターン。君が常日頃こっそり背後から近づいて角材を思いっきり後頭部に振り下ろしてやりたいと思ってる相手だよ。そんな生々しい R18G なこと思って。あ、ん、あー、もういいよ。そっちがその気ならこっちから。ま、待って待って。待たないよ。さあ、歯を食いしばって。セガミ、その姿、何を。君まで邪魔する気？何姿って。気づいてないの？無自覚の行い？確か鏡が。ほら、自分で見てみなさいよ。なんなのもう、こんなので話をそらそうったって。あ、え、これサターンじゃ。え、じゃなくて私。え、何これ、何がどうなってるの。それはこっちのセリフよ。いきなりさらっと変身しちゃって。変身？私が？あー、びっくりした。セガミも変身できるんだね。いや、変身したつもりはないんだけど、これ戻るのかな。戻れ、元に戻れ。私だよね。あなた本当に何者なのよ。だから記憶がないって言ってるでしょ。私だって分かんないよ。あ、そうだ。ねえねえ、大丈夫？セガミン顔色悪いよ。休んだ方が良くない？そうかな。確かにちょっとは動揺してるけど。無理しない方がいいって。愛ちゃんもそう思うよね。あなたの魂胆は丸見えだけど、休ませるのは同意ね。やだな、魂胆なんてないって。
私は用事思いついたから帰るけど、二人はゆっくりね。またね。はいはい、またね。よっぽど急用だったのかな、あんなに慌てて。気づくの遅いわよ。元の時代に戻るわよ。ここに決まるね。目的地は決まったわね。後ろがガラスよ。私の番ね。
くぐりなさい。もらったわ。よっと。よし、やるよ。よし、こうなったら世界最強のハーブ、ここに。華麗に決めるよ。あっけないなぁ。後ろがガラ空きよ。いつでも行けるわ。くぐりなさい。もらったわ。そこ闇に沈め。よし、やるよ。えいえい。楽勝楽勝。よっと。元の時代に戻るわよ。ここに決まるね。ああ、もうどこまで逃げたの。ほんのちょっと目を離した隙に。堂々と目の前で逃げていったじゃない。そんな些細な違いはいいの。早く見つけなきゃまた喧嘩を始めるに違いないよ。別に喧嘩が始まっても私は一向に構わないんだけど。私が構う。こらー、どこ行ったの女神。うん、ぼーっとしてないで君も声出してよ。あのさ、全然気にしてないわけ。ん、何を。いや、いきなり変身とかしちゃってさ、普通はもっと気にしたり悩んだりするんじゃないかなって。別に悩んでないよ。どうせ記憶が戻れば全部わかるんだし。でも並大抵のことじゃないでしょ、変身できるって。できちゃうものは仕方ないじゃない。私のせいじゃないよ。まあ隣でうじうじされるよりはマシか。ほら、私のことはどうでもいいの。今は二人を止めるのが最優先だよ。だから止めちゃダメでしょ、歴史が変わっちゃうじゃない。ん、おい、聞いたか。もちろん、俺も向かってるところさ。結構な人が集まってるらしいな。急がないといい場所なくなるかも。マジか、暇なやつが多いんだな。ちなみにお前どっち派。どっち派でもないな、ただ見てみたいだけで。なんだよ、やじ馬かよ。そう言うなよ。だって面白そうじゃないか、女神とセハガールが本気でタイマン張るなんて。
自ら宣伝してるくらいだし、やらせってこともないだろうしな。最悪どっちか死んだりして。さすがにそこまではやらねえだろうけど。早く行こうぜ。人に埋もれちまったら見れなくなるかもだし。ああ、そうだな。今の、聞こえた？ちょっと、すごい顔になってるわよ。落ち着いて。何やってんの？あの二人は！元の時代に戻るわよ。